広瀬あゆです。藤川ダーネラです。坂井ゆりえです。石野さなです。藤野ゆかです。マシンルミューズのみおです。高橋愛です。SPZ プラス26号車、SP3 プラス25号車に参戦するチーム01のメインスポンサーとしてサポートするオリエンタルバイオ株式会社は、ラフィーネアルファやラフィーネエサゴールドなどの健康食品の通信販売を行っている会社です。健康食品の魅力は食品であることです。食品だからこそ毎日継続してお取りいただける、何にも勝る特性があると考えています。明日への希望をプラスのそばに、お風呂さんに。食品の機能性を追い求め、食品ならではの特徴を最大限に引き出し、お客様のニーズを捉えた新たなチャレンジを続けていきます。オリエンタルバイオ株式会社は、日産自動車、日産自動車大学校がモータースポーツ&トースポテトをコンセプトに実施する人材育成プログラム、日産メカニックチャレンジをサポートするチームゼロワンの活動に賛同し、私たちラフィーネレディット、ラフィーネミューズでチームゼロワンを全力で応援します。ことを生み出す気持ちを持ち続け、今シーズンもチャンピオンを目指し戦います。先ほど私たちラフィーネミューズが演奏した曲はスピードスターというレースをイメージした楽曲です。今年も音楽を通してモータースポーツを盛り上げます。それでは私たちラフィーネレディと一緒にチームゼロワンの応援をよろしくお願いします。ラフィーネミューズの演奏をね、毎回3曲させていただいたんですけども、はい、今回はどういった、今回はですね、はい、推しと一緒にライブを楽しむというコンセプトで、新しい、はい、まあ、ちょっとラフィーネミューズ私たちがたくさん演奏させていただくんですけれども、はい、レディのみんなが一緒にライブを盛り上げてくれるんですよね。あ、私たちに頑張ってるね。あのミニライブをしますので、よかったら8人のレディの皆様ゆっくりとお楽しみいただければと、皆さんのお近くに来るかもしれないので、はい、よろしくお願いいたします。はい、早速準備していただいてもよろしいですか。お願いします。お願いします。最後のステージはですね、ラフィーネミューズミニライブを行わせていただきます。先ほど弾いたスピードスターという楽曲、あと今日の朝弾いたブレイキングザリミット、まずはこの2曲レースとのシーンをイメージした曲なので、そちらから聴いていただきたいと思います。
ター・ブレイキング・ザ・リミットとお聞きいただきました。めっちゃなんか私てっきりなんかその辺に座るのかなあっちみたいな感じだった。めっちゃ面白い。すごいなんか手拍子して盛り上げてくれてますけど嬉しいです、はい、まだまだありますけど体力は大丈夫でしょうか、レディの皆様。お次はですね、はい、昨年ですね、私たちがレース曲として、たくさん弾いてきましたスカーレット・ボルテックスを演奏したいと思います。はい、いただきました。はい、じゃあいよいよ、そうですね、皆様そろそろ待ちであろう、はい、私たちの新曲ですね、パーティーメーカーの中から2曲ゲストで、はい、ゲストにボーカルをお呼びしたいと思いますが、はい、もう3回目のステージなんで皆さんも慣れてきたんじゃないですか、呼び込みの掛け声ラブユーマリーちゃんで、はい、じゃあいきますよ、せーの、ラブしっかりされてる。ありがとうございます。人数ちょっと減ったなって思ったんですけど、今日一の
掛け声だった。うん、めっちゃ皆さんの声聞こえました。今びっくりした。本当にありがとうございます。ありがとうございます。早速1曲目、はい、まず1曲目に披露する楽曲はオーバーテイクという楽曲なんですけれども、こちらもフューチャリング藤井マリー&広瀬あゆとしてラフィーネミューズのお二人とパフォーマンスしていただきます。皆さんとても力強い楽曲なので、ぜひ気持ちを込めて歌いたいと思います。それでは聴いてください。オーバーテイク。昨日と合わせてもうだんだんこう皆さんも曲を聴き込んできてくれたのかな。 CD とかゲットしてすごく乗ってくださる、ね、でも慣れてきてもう覚えてきてくれた。そう、すごく嬉しいです。嬉しいですね。ありがとうございます。続いての曲が曲紹介お願いします。
ダンスオールナイトという楽曲なんですけれども、こちらは完全にオリジナルの楽曲となっていて、こう後ろのミューズの2人の楽器もすごくなんか力強いけど優しく明るい感じになっていて、この今披露したオーバーテイクとはガラッと雰囲気が変わる楽曲となっています。なんか私たちも音源もらった時にすっごいテンション上がったよね。そうなんです、こういうのがやりたかったって言ったね。なんかなかなかこうステージ上で皆さんと一緒に盛り上がれるような楽曲ってあんまりないと思うので、すごくこの楽曲で皆さん手拍子とか、はい、なんかなんならね声とかも出しちゃって、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいなと思います。でオーバーテイクとはね、ちょっと表現だったりとか声の感じとかも変えて頑張って歌ってるからね、はい、そうなんです、はい、皆さんもその違いも楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、それでは聴いてください、ダンスオールナイト。Thank you.
てね、素晴らしい衣装です。はい、みんなが盛り上げてくれて、皆さんもね、ね、すごい楽しかった。私ね、マリちゃんのね、扉開けてが好きです。やってんのバレてる、ちょっとダサいよね、ドラえもんみたいな。見てるね、よくね。見てる見てる。おかえりなさい、おかえりなさい。盛り上げてくれてありがとう。ありがとうございます。すごい安心した。前で見るのが全然違ったね。ここでね、時間いっぱいライブもさせていただいたので、軽くお知らせだけ失礼いたします、はい、お知らせその1、私たちラフィーネレディの新しいグッズがパーツブースで販売しております。Tシャツ、パーカーですね、押し札、ステッカーとアクリルキーホルダーなど、たくさんグッズがございますので、ぜひぜひパーツブースにお立ち寄りください。はい、お知らせその2、ラフィーネミューズのニューアルバム、パーティーメーカーが昨日発売されました。今日弾いた、楽曲と、マリちゃん、ラボエが歌ってくれてる楽曲が収録されてるアルバムになるので、ありがとうございます。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 一人しかいなかったんですけども。よかったら皆さんゲットして、帰りのね、車とかで聴きながら帰ってもらったら嬉しいです。はい、お知らせその3。私、一ノ瀬優香が、6月14日発売のギャルズパラダイスデビュー編の表紙を飾らせていただいております。イエーイ、ありがとうございます。そして、現在、レースクイーン大賞新人部門にエントリーさせていただいております。来週から先行投票、雑誌投票がありますので、皆様よろしくお願いします。すごい幸せな24時間レースとなりました。決勝レース、あと少し残っています。